おしりん来た。不動の一押し。かわいい。静岡県焼津市の星。青木しおりちゃん、25歳。世界一愛くるしい25歳。青木しおりちゃん。選抜入ってほしいな。悲願だね。頑張れ、おしりん。まだまだ諦めるな。選抜はあるぞ。荒井由紀ちゃん、押し行きコンビの荒井由紀ちゃん。プロレス頑張ってます。選抜落ちちゃったけど、あなたにはプロレスもあるし、なんかいろんなものがあるから、頑張ってください。荒井由紀ちゃん、京都出身。これ恥ずかしいな、これ。これちょっと恥ずかしいな、これやってんのも。これは誰だ？あ、入内島ちゃんだ。入内島さやかちゃん。9期生か。入内島ちゃんも可愛いんだよな、ちょっと。マミタに似てるの、ちょっと。入内島ちゃん結構好き。いくつ ?22 歳か。いいな、ちょっとセクシーだしね。お、エゴちゃん。エゴちゃんも大人になりました。もうエゴちゃんは素晴らしいっすよ。何でもできる。まあ運動神経は悪いけど何でもできる。踊り、もうダンスが素晴らしいから一回皆さん見てください。すごい目を引く。可愛いし、美人だし、喋れるし、MC もうまいよ。おー、また綾香来た。出た、太田綾香。綾めろちゃん。ちょっとこの子はね、おバカをこじらしてましてね。ちょっと、おバカで、なんかちょっと控えめなおバカがいいんだけど、ちょっとおバカをこじらせてて、ちょっと MC の邪魔をするとこがあるからね、太田綾香ちゃん、ちょっと考えて。大場美奈さん、もうじき卒業。チーム K2 のリーダー。大場美奈ちゃん、よかったね、SK 来て。ほんと大成功。AKB で行ったらそのままあれだわ。浮上できんかったよな。SK 来てほんと大成功、大場美奈ちゃん。頑張ってください、もう30か、今年で。岡本彩香、あーやいいなあ。やもセクシーなんだよね。いくつ？20歳か。もう今年20歳だな。あーやコロナ2回ぐらいかかってるけど、まあ頑張って。なんだっけあのグループ、やばい、あのグループが出てこない。なんでグループだっけこの子。お、川島美春ちゃん、美春かす、美春かすちゃんです。あ、20歳じゃん今年で。もう20歳かこの子。あ、いや、まだ17、18かと思ってた俺。みはるちゃん。ピオス大好き、みはるちゃん。これ誰だ。あ、北野ルカちゃん。岐阜の花、北野ルカさん、ロッキー。大垣共立銀行の CM のセンター、北野ルカさん。ロッキーの、あれとして頑張ってください。いくつだ ?23 か。今年で。鈴木えなちゃん。えなちゃんのファンの名前は僕、えなきょうランドがいいと思うんですけどね。えなきょうランドいいでしょ。えなクルー、ラン、マウ、えなきょうランドっていうファンネームにしてほしいですが。えなちゃんも背高くていいですよ。愛嬌があって。ソーダサリナ。まだおるソーダサリナ、これに。ちょっと。ソーダサリナもう、やめてよもうソーダサリナもう、早くのかして。もう1年ぐらい前にあれしてない。まあいいけどねソーダサリナ、なかなかソロで舞台とか頑張ってよ。もう頼むわソーダサリナ。これ誰これ。あ、中野愛理ちゃん、今なんか雑誌のモデルとかで頑張ってるね。なんか雰囲気変わったよ愛理ちゃん。ようやく個性出せるようになったね愛理ちゃん。まあスタイルいいし顔も可愛いからもっとねキャラがつけばいいと思ってたけど、キャラがつくんじゃないの。お、三鷹ゆずき出た。ロッキー、三鷹ゆずきリーダーでもいいんだけどな。もう最初の頃から三鷹ゆずきリーダーシップあると思ってたんだけど、なかなかリーダーとかならないよな。ドラゴンズ大好き三鷹ゆずき。三鷹ゆずきもパフォーマンスいいっすよ。お、出た藤本冬香。カズさん、三好、藤本冬香、広島の冬っぴ。冬香ちゃんもいいよな、なんかほんわりしてて。冬っぴはね、タチション見てね、タチションを見てショックを受けてしまったんだよ昔。タチションしちゃダメね冬っぴの前では。お、古畑奈央ちゃんかっこいい、歌うまい、演技うまい、男らしい。兄貴古畑奈央ちゃん。古畑奈央ちゃんいくつだ。もう今年で26か。俺と誕生日ちげえな古畑奈央ちゃん。
頑張ってください古畑直ちゃん。俺は水野愛理、ドラフト2期生一番の目玉だった水野愛理。水野愛理ちゃんもなんかコロナ感染多いよな。なんかもう愛理もなかなかいいんだけど、ちょっと太っちゃったよね。なんかもうちょっと痩せたら、もう元の素材はいいんだから頑張ってください。